もじったか？およそ20メートル先でもじりが発生。果たしてヘラブナだったのだろうか。普段魚影の濃い、まあ、放流量の多い三条湖とか純三条湖でやってると、このもじり一つでも、まあ正直麻痺しちゃってるっていうか、もじって当然だぐらいになんか僕は思っちゃってるんだが、こういうとこ来てちょこっともじっただけで、なんか早くこっち来てくんねえかなとか、俺の浮きの周り来てくんねえかなとか思っちゃうんだよね。ほんと一匹の貴重さっていうのがこういうとこ来ると改めて思いますよね。カワウかな、すげえ量で出てったな。魚一文字で食べられちゃう、あんなに群れになっちゃったら。とでもいい天気、秋晴れって感じですね。お、ちょっとちっちゃかったからヘラだとは分かんないけど、だいぶ近くでもじってきましたね。ヘラだったらいいな。触った？ジャミかな。なんか今浮きがふわってしたような。浮きをわずかに上下させたこの動きは、一体何がいるのだろうか。まあ、もちろん、ニゴイですとかオイカワ、ワカサギなんかね、まあ、いるんで、特に不の、まあ、集魚剤の多い餌を打ってますから、必ずしもまあ触ったからってヘラブナには限らないですけど、でもね、何かやっぱり浮きに動きがあるとね、ワクワクするよね。あったよ、おいおい、今竿も上がったよ、鱗、ヘラじゃん、ヘラ、マジか、クソ、擦れちゃったのかよ。針に鱗がついていたことでヘラブナだと確信、あとは当たりに合わせるだけ。いるぞ、鳥肌立ってきちゃった。悔しいな、擦れちゃったな。やっぱ棚でバラすとなかなか次近寄ってきてくれなくなっちゃうから。あれ、ヘラいたよ。なんか馴染みもおかしいね、ゆっくりしちゃって餌持たないのかな。もしかしたら棚近くにまだいるかもしれないな。浮きの動きが打ち始めとは明らかに変わってきた。魚が寄ってきたことは確か。集中力をさらに研ぎ澄まし、当たりに備える。まあ、焦らないでちょっと雑にならないようにしたいですね。焦っちゃったら身も蓋もないですからね。
正直初めての当たりが想像してたのより早かったですね。今の鱗はもう間違いなくヘラブナですから。ヘラブナがいることは確か。しかしなぜか食い当たりが出ない。やっぱりな、一回棚ですれちゃうとちっちゃんだよね。キョベラあるあるだけど、コケラ一枚で終わっちゃったなんていうのよく僕も経験してるんで、もう一回組み立て直しかな。焦らずじっくりと攻めなきゃですね。あのスレがかりがヘラブナの警戒心を強めてしまったのだろうか。なかなか食い当たりが出ない。なんか触った。とりあえず手出してこちょこちょこちょっていう、まあ触りだったけど、疑わしきはやっぱり手出していかないとね。気配あるよね。力強く落とさねえかな。なんかのスイッチなんだろうな。ほら、よし。おお。ヘラでありますように。ああ、違った。濁いかな。ああ、濁いだ。ファーストヒットは濁いです。でも確実に当たって、よしよし、何かやっぱ動いてくれるとね。最初の一匹は残念ながら濁い。しかし何がかかるかわからないのもノズリの醍醐味。動きが出てきましたね。ヘラでないとこがいいね、やっぱね。このノズリの楽しさっていうのはやっぱり、当たったからって必ずしもヘラではないし、でも今の当たり一つでもやっぱりドキッとするから、これだからノズリやめらんないんですよね。風吹いてきたね。今当たったの。ヘラじゃねえのかな。浮きを水中に引きずり込むかのような豪快な当たり。やっぱり魚をまずは呼び込むっていう行為で、細餌を棚付近に入れて魚を呼ぶ。でこれまた魚釣るとなると、今度細餌のままだとなかなか釣るの難しいんで、その接点も今日は鍵になるのかな。今のところは細餌を棚近くに入れるっていう動作を繰り返して、で浮きに動きが出てくればいいなっていう感じで打ってはいるんですけど。触りが出たら餌を締めて食い当たりに導いていくのがヘラブナ釣りのセオリー。しかしキョベラは一筋縄ではいかない。3ボール目が終わる。
触った。落とせ。落とせ。そのまま落とせ。触ったけど落とさねえな。息が詰まる。つい集中しちゃうとね。でも触ってからの当たり、今日初めてじゃないかな、やって連動したの。まあ、いきなりズドンって当たるよりは、ああやって触ってから落とした方が本来ならヒット率も上がるし、こっちも合わせる準備もできるし、ああいう動きが続いてほしいですね。触りから当たりへの連動、忠助が理想とする展開に近づいてきた。いい当たりしたな今。消し込んだ。ヘラでやってくれ。おお。おお、走る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 。すっげえ走る。おいおい。どうした。おヘラだ。おっとっとっと。おお、でっけえぞ。よいしょ。おっと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 。おーい。よっ。くぅ。よし。おっほ。すげえ、カンナのカメラやりましたよ。苦労の末に手にした価値ある一枚、念願の尺半には届いただろうか。果たしてそのサイズは。計測結果は 42.2 センチ。惜しくも尺半には届かず 42.2 ぐらいっす。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。